皆さんこんにちは。ファッションデザイナーの石川俊介です。石川さん、はい、今日は何でしょうか。本日は冬のコーディネート7選。前、一週間コーデみたいな。あ、一週間やめましょう、もう。やめましょう。今回は冬のコーディネートをお伝えいたします。前やった時にね、これ四季でやってほしいですっていうお話があったんですけど、ちょっと秋飛ばしちゃったんですけど、夏も飛んだかな？ツーシーズン飛んで。今回冬で行かせていただきたいと思っております。やっぱ冬の方がね、アウターが出てくるし、あと重いアウター着れるっていうのと、素材もいろんなもの使えるんで、今回はね、特にカシミニット以外もいろんなところでカシミ入ってきてるんで、その辺がどう高級感につながっていってるかみたいなところも楽しみに見てもらえればいいなというふうに思っております。Been at it already, had my tarot read. Things are looking up for me, that's what my tarot said. Been pumping out pheromones and wearing red. Young Jerry Lawler, king, but they're not aware of it. では早速行きましょうか。じゃあ僕ちょっとここでモニターを見ながら、先にコーディネート撮っておりますんで、それを見ながらお伝えしていきたいと思います。一つ目のコーディネート、全体黒なんですけれども、それを足元のブラウンと襟に巻いたカシミヤとシルクのマフラーなんですけれども、そのブラウンでちょっと黒をかけるブラウンってあんまりやらないカラーリングかもしれないんですけど、非常に可愛い感じだなと思ってこういうスタイリングしております。相変わらず足上げております。足元はジェームウェストンのブーツで、上のブルゾンはこれはカシミヤ100ですね。今ちょうどマフラー外します。カシミヤ100のメルトンで作ったブルゾンです。でその中、これ白いシャツ、プローバの白いシャツと、パンツはフラノのフラットフロントって言ってるパンツですね。ちょっと今店に来たのが、胸元にこうやってフライングマンっていう刺繍が入ってるものですね。これが可愛くて、そこを見せたいんで胸を大胆に上げております。シャツこれ服着るときにザザザッと着ちゃったんで、めちゃめちゃウエスト周りだらしなくなっておりますけど、これもうちょっと鏡見て綺麗に直した方がいいですね。でこれ脱ぐと、まあ、暑いところ入って脱ぎました、ポイっていう感じで、シャツパンツにタックインして胸元ガッと開けるっていう感じしてもらうと、上下のバランス取りやすいと思います。っていうのがワンコーデ目。服ぶん投げてました。服ぶん投げてましたね。僕あれね、ぶん投げた先の服映ってないと思ってたんですよ。モニター見えてないんで。思いっきり映ってますね。あ、ここから先もぶん投げでだいぶいくと思います。はい、白シャツ爽やかな感じと、まあ、これ黒なんですけどブラックのパンツ でちょっと細めにして引き締まった感じ、クラシックな感じをブーツで遊んでる感じですね。あと胸元の刺繍が入ってる T シャツというところで遊んだ感じのコーディネートにしております。続いてかなり真面目なコーディネート、みんなにいつも三つボタン段階のジャケット真ん中止めろって言ってるけどね、一番上止めてますっていうスタートから始まって、お、足上げてます。これかなり古い30年近く前の靴履いてます。スウェードの靴で、下はデニムです。ワイドシルエット、これもカシミヤ、インナーもカシミヤで、ジャケットもカシミヤフラノのジャケットで、デニムは裏側がカシミヤですね。だから全身カシミヤで組んだコーディネートです。でちょっとジャケットで大人っぽい、これ元々のテーマがデザイナーって昔ジーパン履いてブレザー着てショーの最後に出てくるっていうのがあったんで、デザイナーオマージュな感じのコーディネートにしております。このカシミヤのジャケットの柔らかい感じと光沢感、この高級感だけでなんとか持たせたコーディネートですね。金ボタンキラッと光っていい感じなんで、顔もちょっと真面目な感じの顔にしております。かっちりしてるんですけど、はい、カジュアルっていうか、そうですね、可愛く見える、うん、インナーもなんかタートルでこう、ね、カジュアルな感じですし、でもすごいカジュアルな感じなんですけれども、素材の高級感でちょっとだけグレードアップした感じに持っていけないかなというところですね。続いてこれテーマあります。カシミヤ VS アルパカ、僕の大好きな10毛2つでいってます。上これアルパカのコートです。ブラックアルパカと白とグレーの糸を使って大きなチェックを組んだものですね。プレイドって言われるのはアルパカなんで、非常にこう光沢感とこのゆらゆら揺れる感じ、柔らかい感じがいいと思います。で中もブラックアルパカのストール巻いてます。でこれは襟元の汚れ防止にもなるんで、コートのこういうクルーネックとか着るときはこういうも巻いてあげることによってアウター守れますっていう感じですね。で足元あえてこれサンダルにしてます。でウールの分厚い登山用のソックス履くことによって冬でも寒くないんで、あえてサンダルにして遊んでます。でコートを脱いで、これをゆらゆらっと揺らした上でボーンとぶん投げると、
で、アルパカの大判のマフラーストールなんで、これ肩掛けで使ってもらってもいいですし、ちゃんと巻いてもらってもかっこよく着れるっていうところで、これぐらいさらっと巻いてもらうのがかっこいいんじゃないかなと。で、中はカシミヤのセーター着て、カシミヤのパンツっていう感じで、アルパカ VS カシミヤコーデでした。どっちが勝利したんですか？若干アルパカ？アルパカのインパクトがでかいんで。続いて、カシミヤ使ったスポーツコーデです。上はダウン。これこの間買ったマウンテンリサーチのダウン。ちょっと気に入ってるんで、この冬しっかり着るっていうものですね。これからピークになってくる寒い時期に着るためのものです。暖かなダウン。で、その下、上下、これカシミヤのサテンです。で、上はコーチジャケット、下はスリータックの太いパンツなんですけど、イージーになってて楽ちんですと。で、足元ももうスポーツコーデなんで、この時ニューバランスの 990V6 を履いてますと。で、この光沢感が素晴らしい。で、その上からカジュアルなダウンを合わせて、もう全体的にスポーツウェアっていう印象なんですけれども、この光沢感による高級感っていうところが、スポーツウェアを新しくしてくれるなと。で、これ上下でもまだ緩い感じです。これがドレープ感出てくれて、こういう素材だと非常に美しくなってくれると思いますんで、なんちゅう表情っていう表情してるんですけど、そこはまあお許しいただいて、で、歩いた時のこの揺れ感とかっていうと、光の反射具合が変わって楽しめるっていうものですね。という感じで、カシミヤ使ったスポーツコーデでした。すごいですね。光沢がすごい。光沢やばいんですよね。これキラキラに光ってて。前もあのパンツご紹介、あのパンツ祭り、秋にもご紹介しましたけれども、それの上下、セットアップでの組み合わせですね。で、セットアップで着てあげることによって、よりスポーツ感出てくるんで、上がコーチジャケットだからなんかダボっとしてジャージ着てるみたいな感じなんですけど、いわゆるあのポリエステルのジャージの光沢感ではない感じが、非常に高級感につながってくれてかっこいいんじゃないかなって思います。で、まだまだ緩いコーデっていうのも片方でいいですし、でかくて緩いっていうよりも、ちょっとこう、落ち感のあるもので、ね、揺れ感作ってあげるっていうのが、こう、高級感出てくれていいかなと、エレガントな感じになってくれていいかなと思いますんで、こういうコーディネートで遊んでおります。続いて、ストーンとアイシルエットなコーディネートです。上、ダッフル。ダッフルなんですけど、これカシミヤのメルトン。この生地もやばい。波目がしっかりと出ている、アザミで描いたカシミヤですね。足上げて、ジェームウエストのヨット履いて。で、それと腰に刺してたレザーのグローブ、ペッカリのグローブで、レザーで、ダッフルコートにも、レザーの、紐がついてるんで、その辺でちょっとレザーの光沢感も足してます。でも上下ともパンツもカシミヤのパンツですね。で、光沢感があって、ダッフルコートもいわゆるウールのメルトンと違う光沢感で、これも高級感をカジュアルの中に、いわゆる IB 的な感じ、アポトッと落ちた手袋が、なんですけれども、そこに高級感出してますね。中グリーンで、これもカシミヤのセーターです。プラスさらにカシミヤのマフラーを巻いているという全身カシミヤコーディネートですね。なんですけど、ちょっとグリーンで、前を開けた時にはさ、こういう差し色が入ってくれる。で、マフラーもこれ波目がついた織物のマフラーですね。っていうので、もう全身カシミヤにすることによる気持ちよ。T シャツ出てんな、これ、裾。なんか石川さん、ワイドそろそろやめたいなっておっしゃってたじゃないですか。冬の割とこうすっきりシルエットみたいなのを意識したって感じですか？はい、そうですね。これパンツワイドなんですけど、これはあのワイド履いて、要はね、あのダッフルなんて結構ボリューム感がある。でもこのダッフル自体がいわゆる A ラインにしたりとか、あのいわゆるこう大きめなガボッとしたシルエットにしなかったんで、そういう意味でまっすぐなシルエットにしたんですよ。これなんか久しぶりにアイラインのシルエットを作りたくて、それのコーディネートを考えたときに、パンツちょっと太さがある方がより愛が強調されるなと思ってですね。で、これはあえてあの太めのパンツを合わせて、そのコートからのつながりがいい感じにしたものですね。今までどちらかっていうと Y って言って上が大きくて下を絞るみたいなところだったりとか、逆に上が少しコンパクトにしてワイドなパンツ履くみたいなところで、ワイドをやめて少しこうアレンジ加えていきましょうねっていう感じだったところに、なんかすごく愛が逆に新鮮に見えちゃう感じがあったんで、ストーンとしたシルエットを作っていった感じですかね。これバブが使ったコーディネート、スペイですね。ショート丈で、ライナーが少し覗いてる下にちょっと長めのこれロンティーを着てます。で、あのレイヤーでいろいろ見せるように、ウエスト周りに見せるようにしてまして、下は、ザローのブラックデニム細いものですね。
で手袋これカルピンチョって言ってアルゼンチンで昔買ってきたものなんですけど、非常に高級手袋としては知られているんです。非常にとちょっとスウェード感があるんで、足元スウェードのブーツ、このスウェードの黒のスウェードのブーツと黒のデニム、汗た感じを合わせたかったっていうところでこういうコーディネートを組んでおります。で上短丈にすることによってすっきりとした印象のコーディネートになっていると思います。これライナーつけてもらうと十分暖かいんで、なんか T シャツだったりとか薄手のセーターでもすっきりと着てもらって、あんまりこうゴテゴテっと分厚いもの着ない方が可愛いかなと思います。こうやってこいつはちゃんとスペイはバブアー、うちのバブアーは立ってくれる決め顔ですね。これが僕の中ではすごく新鮮だなと思ったんですけど、すごい細いデニム履く。はい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 、そうですね。それでいくと本当に十数年ぶり、2000年代前半から、まあ、2010年なってちょいぐらいですかねの頃はガンガン履いてたんで、そこからだんだん2010年代後半から、まあ、太いパンツが中心になっていったって感じなんですけど、足の外側が変色するぐらい擦れて色素沈着するぐらい細いジーパン昔は履いてたんですけど、久しぶりに履きました。でやっぱりなんかね、僕らぐらいの身長だと本来であればボトムスとか補足してあげる方がバランス取りやすいですし、まあ、スタイルも少し良くなってくれるんで、そういう意味でいくと細いものを履ける時代になったのは非常に嬉しいですね。まあ、レディースの方とかだとね、もう細いジーパンバリバリ出てきてますし、で、まあ、スキニーまではいかなくていいと思うんで、ちょっとゆとりがあるぐらいではいいと思うんですけど、少しスリムシルエットのジーパンとかパンツを履けるようになったのは、すごく明るい兆しというか、明るい時代に入ってきたな、低身長にとってはっていう感じですね。なので皆さんもなんか、今まで太いパンツでずっと慣らしてきてたところから、少し細いパンツどうコーディネート組んでいくかみたいなことを、まあ、ちゃんと考えて、そのバランスの取り方みたいなところを、いろいろね、やっていってもらえるといいかなと。で、その一例として、まだ少しこう上、バブアに関しては若干ゆったりしてるんですけれども、グッとショートに仕上げることによってまとまりが出やすいな、みたいなところのコーディネートでございます。最後、ちょっと怪しい感じになってますけど、トレンチコート。あ、ポケット入れると、手入れるとちょっとマシになりましたね。少しガバッと大きめのトレンチコート、コットンギャバのトレンチコート、シングルトレンチ。にこれ中は、後で出てくるんですけど、上下ともニットです。足元これニットの色に合わせてジョーンドの992ですね。ちょっとこの手袋がより怪しさを際立たせてるのかな。白い軍手のようなオープンフィンガーグローブをしておりましたが、これを外して中はニットの上下です。もう楽ちんなスタイル。そう、このコート裏返してもらうと黒い部分シルクが出てきて、リバーシブルでちょっとデザイン性の高いコートみたいな感じに変わってくれるっていう、ちょっと遊び入れたもので、ボタンもちゃんとリバーシブルになってるんで、そういうので着れるんで、ちょっと気分でこうやって表ぐらい切り替えてもらっていいですね。でニットのパンツとタートルネックの上からドライバーズニット同じ色のカシミヤのドライバーズニットを重ねてます。非常に楽ちんに着てもらえる、まあ週末のコーディネートで防寒のためにコートを羽織ったみたいな感じですね。僕そのコーディネート好きです、うん、あ本当ですか。かわいい、かわいい、なんか可愛いんですけど、僕が着てるの見るとあんま可愛くなかった。なんか ただのおっさんがトレンチ着てる感じなので、もうちょっと表情の問題もあるかもしれないのと、あと撮り方の問題もあったかもしれないですけど、鏡で見た時可愛いじゃんと思ってたんですけど、映像に見るとイマイチでしたね。表情はでもしょうがないですよね。表情しょうがない一人でやってる、うん、そうですね。まあしょうがない部分はあると思うんですよね。最後の最後止まったところがやたら決め顔になってるのが気持ち悪いなっていう感じは若干あるんですけど、でもこのコートめちゃめちゃ可愛いですし、でこのニットもね3ピースと言いますか、パンツとトップスとその上に着ているドライバーズのベストなんですけど、それ全部同じ色でやってるんで、この辺もなんかこう完全なるワントーンみたいなところで、で靴の色もそれに近いものを合わせてあげてるんで、まあ、コート脱いだ状態も非常に可愛いと思いますし、ほとんど部屋着みたいな楽さなんで、そのままちょっと近くのお出かけなんか行けるみたいなスタイリングですね。でもちょっと高級感は出てるんじゃないかなと。そのカシミヤを使ってるだったりとか、コートがいいギャバジンを使って光沢感があったりとかっていうところで、なんか安い服が悪いとは言わないです、なんですけれども、なんかこう少し大人めな感じで行こうと思うと、本当にベーシックな洋服でいいと思うんですね。ベーシックな洋服だけど少し高級な素材に持ってってあげて、なんか見た目ちょっと違うなっていうところを出してあげる方が大人のコーディネートはいいと思ってます。
まあそこが一番の差別化になってくるかなっていう気がするんですね。でなんか今面白いのってもちろんデザイン性のある洋服はデザイン性のある洋服でいいと思うんですけれども、それよりもちょっとベーシックなものをサイズ感でどう遊んであげるか、その組み合わせをどう遊ぶかみたいなところに持っていく方が大人のファッションとしては楽しいんじゃないかなっていう気がしてます。だからそのいわゆる洋服のデザインに頼り切るっていうところではなくて、もう少しなんかねこうアレンジを効かしたものの方が大人っぽくかっこよく着てもらえるんじゃないかなっていうふうに思ってます。今の話とちょっと重複するかもしれないですけど、うん、その石川さんが今この7コーデ組んでみて、うん、自分の今の気分っていうかこういう服を着たいんだなっていうのは、うんうん、なんか自分の中で見えたものはあるんですか？それは前から見えてる部分っていうのもあるんですけど、要は洋服一点一点の主張はそこまで高くないものをどう組み合わせるかみたいなところでちゃんとなんか成立させていくみたいなところが面白いと思ってまして、ちょっと加わってるとはいいと思うんですよ。でも足し算しすぎの洋服が多くなってるんで、そこの引き算した洋服をどうちょっと足し算してあげるかみたいなところの遊び方ぐらいが面白いかなと思ってはいるんですね。でそれは別にアクセサリーをいろいろつけるとかではなく、なるべくシンプルな中でどうバランス取っていくかだったりとか、その素材感をどう楽しむかみたいなちょっと和食的な方が僕は好みですし、でその方が時代の気分にも合ってるんではないかなっていうふうには思ってます。いわゆるギラギラの時代がようやく終わろうとしてるんで、そういう意味でいくとそういうのを楽しんでもらうのがいいんじゃないかなっていう感じですかね。でこれは自分が大人になったからっていうのもあるんですけど、もう一つはそうじゃなくてやっぱ時代的なことを考えても、やっぱ素材の上質さみたいなことがますます重要になってくる時代に入ってるんじゃないかなと思います。ファストファッションっていうのがこれだけ世の中にできていって、もう普通の洋服は安いものがいっぱいある状態で、そことやっぱりなんか自分が着るものって差別化してないと面白くないと思いますんで、となった時にやっぱ素材感でどう遊んでいくみたいなところが大事になってきたんじゃないかなっていう気は、こんな刺繍入った服を着ているのもなんですけれども思っております。え、それ何の刺繍？これ可愛いんですよ。これ今度はあのバレリーナ、前もそんなの着たかった。気に入ってる。このシリーズ気に入ってきてます。はい、皆さんにお知らせがございます。もう間もなくうちのお店パーキングという中目黒のお店と、あとマークアウェイ .jp っていう直販 EC サイトでアウターフェアっていうのを開催することになりました。でそのアウターフェアで皆さんにプレゼントをご用意しております。これプレゼントします。中にモバイルバッテリーが入ってます。これセットで、じゃあそう CIO のちょっと前に出たやつかな、僕持ってるんですけど実際使ってていいんで、これ皆さんにプレゼントしたいなと思って、スマートコービースリムで 5000mAh なんで携帯1回ぐらい充電できるサイズです。これで 20W、 まあそこそこのスピードで充電できますよっていうやつに、こうこれ USB-C のケーブルがセットでついてきます。この大きさですからね、ウエストポーチの中に入れたりするのにちょうどいいサイズで、それに持ち運び用のケース使いました。うちのヘビーツリーウラケンっていうあのスウェット、あの生地で作ってるんでちょっとこうクッション性もある感じです。これとこれのセットをプレゼントすることになってます。アウター関係ねえじゃんって言われそうなんですけど、アウターのポケットに一つ忍ばしていただいて、で携帯だったりとか今いろんなものがね USB 充電になってると思いますんで、1個持ってると非常に便利で、これ1個あると1日どっか出かけて、まあ、携帯切れる心配がなく使えるであったりとか、まあ、僕らだとアイコスに使ったりとかですね、そういうのに使えるんで非常に便利だと思います。これプレゼントいたしますので数量限定です。数量かなり限られるんでお早めにお越しください。で詳細については概要欄に書いてるはずですので、そちらご覧いただいて、というのでこちらプレゼントいたします。本日のまとめ、上質な素材で大人のファッション楽しみましょう。どうですかやってみて。ん？春やった時めっちゃ大変だったんですけど、今回ちょっと楽だった。やっぱりなんかあの秋冬なんでいろんなアイテムがあるし、で自分のところの洋服多くなったんですけど、本当に気に入って買ったもんばっかりだから皆さんにお見せしたいなと思ったんで、今回楽しかったです。次回またやりましょうかね。でなんか質問でこんなのあったら、はい、嬉しいなとか、質問でこんなのあったら、うん、なんかすごい厳しいコメントとか来るかもしれない、ね、うん、ああそうですね、ダサいとかね、うん、厳しいコメントやめてください。応援メッセージコメントはねぜひいただけると、基本的には
一緒にやってる人たちからダメ出ししてほしいんですけど、あの見ていただいてる方たちからはなるべく応援していただける方が嬉しいですね。あのいろいろダメ出しされて育つタイプではあるんですけど、視聴者の方からダメ出しされるとすごくへこみます。はい、先に一個予告しといていいですか。なんすか。そのメガネはどこで買ったんですかっていうそれかなりあのお答えしてきたんですけど、これ白山メガネ、はい、で気に入ってこういろいろクリア複数用意して、はい、かけております、はい、いやちょっと喋りがイマイチだった。こっちは喋りイマイチでしょ。喋りイマイチ。全然喋れてましたよ。いや全然全然言えてないとこがいっぱいあった。あ、本当ですか。はい、例えば、うん、例えば、例えばでもパッと思いつかない皆様チャンネル登録高評価コメントよろしくお願いいたします。